足立ヶ原の鬼婆婆余白録木田貞吉去る五月の中旬大和の灰原町に行った時道長阿座足立という部落が鬼筋だという説について土地の人に尋ねてみたところが昔ここに足立ヶ原の鬼婆がおったという話があると教えてくれた 欧州足立ヶ原から鬼婆,婆は同じ地名の縁故でここまでも飛んでいったのだ武蔵の足立軍にも同じ話のあることが古い父に見えている武前菊軍の足立村にも同じ説があるという鬼婆,婆の話のもとは足立ヶ原の黒塚の主が鬼であって旅人を取って食ったというのであるが さらにその話の紐とは、かの平の金森の歌の、道のくの足立ヶ原の黒塚に、鬼こもれりというはまことかという歌だ。しかもその歌は、その言葉書きによると、道のくに名取の軍、黒塚というところに、源重幸の,行のかけが大勢いるという噂を聞いて、そのかけを鬼に見立てて、 からかったに過ぎないので、足立ヶ原ではなかったのだ。足立ヶ原は、鬼と言わんがための言葉の遊戯にほかならぬ。本当の黒塚は、今の仙台在、秋保温泉のあたりにあった。大和物語に、名取の見湯ということを、常忠の君の女の読みたるというなん。これ、黒塚の主なりける。とある。 それが本当の足立ヶ原の鬼の話になり、武蔵までも、山とまでも、さらに武前までも飛んでゆく。恐ろしいことだ。